まあ恋愛相談のお電話くださる方々って皆さん恋愛うまくいってないんですけど、共通点がありました。自分のこと嫌いなんだけども人には愛されたい。おばかーって言いたかった。言いたかったけどかわいそうだから言わなかった。だけども本当ね、順番逆ですよ。なんで自分ができないことをね人にやらせようとするんですか。そうやってね人任せにしてるからモテないんだよ。